まだねここに載せてないパーツがあるんですけれども、こちらですね、シャトルのパーツですね。で、これはねちょっとこの辺外しますね。このシャトルのパーツはこのねレールのこの部分ですね、この部分に固定するようにね、なってるんですけれども、例えばね、まあ、ここに差し込むとして、この裏面の、ジョイントのパーツをね差し込むんですが、グッと差し込んで、しっかりと差し込むとこれでね、固定されます。ただ、このままだとね、まあ、左右ねもう一本もやるか、まあ、こういう感じに今ねこう足を乗せるシャトルをね、2つとも固定したんですけれども、このままだとここにね足を乗せないといけないという状態なんですが、まあ、上に乗せるねキットの感じによってこうちょっとこう狭めたりとかですね、あと逆にこうね広げたりですね、よいしょ、これがね、先ほど組み立てました中の、まあ、切り替えスイッチというかですね、切り替えジョイントのおかげでグッとねこうグッとこれが動いて足幅をね、調整してくれる、状態になります。これでね結構なね、種類のねキットに対応できるんじゃないですかね、まあ、結構最大に広げたらこのぐらいかな、一番大きなサイズでこのぐらい開きます。で一番ちっちゃなサイズだと、まあ、ちっちゃなサイズはねこれは広げるというよりは内側に狭めるという感じでしょうね。まっすぐした状態で組むとこのくらいね足が開いてますので、まあ、これでもね大丈夫なキットはあると思うんですが、こちらねもうちょっとお互い若干狭めた方がいいのかな、ギリギリ狭めてこのくらいですね、まあ、ちっちゃなサイズはね144分の1スケールだったりすると思うので、このくらいに狭めた方がいいかもしれないですね。どうだろう、144分の1スケールこのサイズかな、ひょっとしたらねこの中のサイズの方が144分の1スケールこっちが100分の1スケールっていう風にねガンプラの場合はやった方がちょっとね余裕があった方がいいかもしれませんね、まあ、そのあたりはね、実際に、キットをね乗せてみてっていうところではありますね。ということで、今回は、メカニカルチェーンベース、R ですね、リニューアルの R の、タイプ B の、組み立てでした。いやいや、これでね、これで終わるわけにいかないですよ。やっぱりね、主役が乗ってないので、まあ、ここにね、格納庫に似合う、キットをね、乗せたいですよね。ということで、ご登場いただくのは、こちらのジムですね。これはね以前組み立てました、サンダーボルト版のね、ジムですけれども、このジムがね、今僕がね、組み立てたガンプラの中で、一番ね格納庫が似合うガンプラとしてね、勝手ながら、選ばせてもらいましたので、これをねちょっとこのシャトルの上に乗せて、このねジムの足だとこのちっちゃいシャトルで十分な感じはあるんですよね、こんな感じですね、まあ、ちょっと乗せただけですけれども、こっちの方がいいかな、まあ、これに乗せるとかなり余裕持った感じではありますけどね、どっちがしっくりくる、余裕持って大きなね、ちょっと大きな広いサイズに乗せるっていうのもありますし、まあ、ぴったりサイズに乗せる、まあ、ぴったりサイズがいいかな、ジムの場合は、これでいいかなというところですね。ちょっといろいろ置いてみましょうか。はい、こんな感じになりました。これいいっすよね。なんすかこの臨場感、いいっすよね。この投光機なめのジムみたいなね、ジムとねこのコンテナ類みたいなね、なかなかいい感じじゃないですか。なんかアニメのねワンシーンみたいな感じもありますよね。で角度を変えるとまたこんな感じでね、今度はねこのコンテナあたりにねちょっと目がいって、奥にモビルスーツっていうね、これもなかなかいいっすよ。
ということでね、もう単純にね、単純に組み立てて置くだけでね、なかなかの臨場感が出る、このね、メカニカルチェーンベース R ですけれども、まあ一セットでもこれだけなので、まあ、もう一セットね買うとまたここの横についたり、上についたりっていうこともねできますので、まあ、ぜひぜひ1個だけではなくてね、まあ、複数購入して、ちょっとねこのぐらいのスペースでね、まあ、簡易的なねジオラマを作ってみるっていうのもね、楽しいんじゃないかなと思います。このタイプのね、ベース、まあ、アクションベースとかね、いろいろありましたけれども、僕、このタイプのベース初めてね、買って、こうやってね、置いてみたんですけれども、ちょっとね、顔がにやけちゃうぐらいね、なかなかいいものですね。なんか、こういったね、格納庫にね、モビルスーツがね、こう収納されてるシーンというかね、まあ、出撃前という感じのね、雰囲気はね、なかなかね、ちょっとね、無機質な感じがね、なんか、兵器である、モビルスーツのね、雰囲気をね、こう強調してて、なかなかね、かっこいいですよね。このね、あまり普段はね、目立たないモビルスーツであるね、ジムがね、格納庫に入るとね、なんかグッと引き立つっていうね、感じがするのはね、僕だけですかね。僕はね、なんかね、まあ、ザクとかね、まあ、量産型がね、格納庫には似合うと思うんですけれども、格納庫といえばね、僕はジムっていう感じがしてね、まあ、この雰囲気ね、この雰囲気にかなりね、満足してます。それであとはね、このベース自体もね、塗装したりすると、さらにね、臨場感上がりますし、コンテナ等とね、若干、まあ、同じね、グレー系の色で塗装するにしても、ちょっとね、明るいグレーとか暗いグレーっていう形で、色分けをすると、またさらにね、まあ、臨場感上がって、かっこよくなるんじゃないですかね。であとはこの、投光器。ここにね、まあ、かなりね、スペース的には厳しいですけれども、まあ、チップ LED あたりをね、ここにこう埋め込んだりすると、なかなかね、またさらにね、かっこいい感じにね、仕上がるんじゃないですかね。